みなさんこんにちは えそれではですねこの動画では予備試験1年スマート合格コースのま講座説明の方を進めていきますえこちらの1年スマート合格コースに関してはまあ、これまでですね私の方がですねまあ、予備試験1年合格専用コースという形でまあ、予備試験の講座をやっていましたけれどもえこちらの方がまあリニューアルする形でですねえ1年スマート合格コースという形でえまあ、コースのねカリキュラムであったりとか教材とかまあ、そのあたりをしっかりと新しくしていったものということになりますでこの予備試験1年スマート 合格コースのまず背景として、えー、まあやっぱり試験日程の変化っていうのがあるんですね。えー、まあこれまではですね、えー、ちょうど。 まあ、担当式試験が5月、えー、それから、えーまあ、論文式試験が7月ということで、まあ、5月7月が試験日程だったわけですけれども、まあ、2023年の予備試験から、えー、試験日程が2か月後ろ倒しになって、まあ、担当7月、論文9月という形になっていますでそうするとですね、えー、皆さんにとっては学習期間がちょうど2か月間、えー、伸びる形になりますでそうするとですね、まあ、これまでの、えーまあまあ、コースとしての学習期間と比べれば、まあ、1年間というふうに言っているけれども、まあ、2か月分ですね ちょうど学習期間が延びていきますでその2ヶ月の学習期間の部分を特に有効に使っていくという意味では、まあ、コースのカリキュラムというものをやっぱり見直すべきだろうというところがまず一つありますでそしてあともう一つはですね、まあ、従来ですねこの予備試験の講座である以上は実務基礎科目というのもあるわけですこれは通常の基本7科目法律の基本7科目に加えて、まあ、予備試験の場合には論文式試験として試験科目の中に、まあ、選択科目というのもあるんですけれども、まあ、民事実務 基礎刑事実務基礎という科目が論文科目として課されています。で、この論文科目については、まあ、やっぱり入門段階でえまあ、体系的に学習するというよりはまあ、従来はまあ。 ある程度7科目と切り離して学習していくという形で対策をしていたんですけれどもやっぱり9科目という形でまとめて入門段階でしっかり押さえていくことっていうのは特に実務基礎科目というのは配点が非常に高いというかね1科目1科目それぞれ民事刑事ともにちょうど1科目の配点がある以上はそこはしっかりと入門段階から対策をしていった方がなかなか手が回らない受験生が多いんですよね。ななのののでででその意味では相対的優位性も取れるので そこはしっかりカリキュラムの中に組み込んでいくべきだろうというあたりから、まずカリキュラムの方はある程度の直しというかな、カリキュラムの方はある程度改定をしているということになります。では、具体的に少し見ていきましょうかね。一応、私のこのスマートコースに関してはパンフレットの方がありますので、こちらのパンフレットの方を使いながら、講座の特徴であったりとか、あとはテキストに関しても、今回コアノートという新しいテキスト、それから 論文講座の中では実際に答案例についても一新していますのでその辺りも含めて説明をしていくということになります。 では、えー、早速ですけれども、まあ、ポイントになる点というか、まず講座の概要ですよね。えーまあ、まず講座の概要について、まあ、見ていきましょう、えー。それでは少し講座概要の方に入ります。えー、まず、えー、一応、長身としては、ですね、えー、このような形で、えーまあ、2024年の4月から本格的に学習が始まります。でこちらはですね、あの2 0 2 0年の4月から講座開講になりますけれども、あの先取りという形でですね、 学習を始めることができますので、2024年4月の前の段階で,です、ね、お申し込みされた方は、ちょうど先取りウェブという形も取れます、先取りという形で、入門について、民法刑法ですかね、について学習を前もって進めていくということはできますが、基本的には2024年の4月から、講座が開講していくことになります。でこの講講座座についいてはでで、ね、入門講座という形でまずインプットで そしてそれがちょうど2024年の4月開校でそれで大体年内ぐらいを使って入門というインプットそれから論文講座として論文合格講座そして予備試験担当を受からなければ仕方がないですから担当合格講座という形で入門論文担当というね えまあこのステップについては従来通りではありますでただですね大きく変わってくるのがこの入門講座それから論文合格講座に関してはまず先ほど触れた通り法律実務基礎科目民事、刑事がそれぞれ入門講座の中に繰り込まれていますですから従来の入門講座は7科目なんですけれども9科目扱います具体的には民法、商法民事訴訟法という民事系の学習が終わった後に民事実務基礎の入門講座 それから刑法刑事訴訟法の学習が終わった後に刑事実務基礎の入門講座をやります。で、まあ、論文合格講座も同じです。こちらについても法律実務基礎科目についてもしっかり論文を書くという形で論文対策は7科目に加えても組み込まれている形になっています。でそして従来、まあ、この入門論文担当という形では学習していくわけですけれどもやっぱり直前期についてもやっぱり。 そののの論文の対策ととといいううはやっぱりすべきであると、まあ、いうことから、まあ、担当式試験の後には、えー、この担当合格講座の総復習講義ということで、まあ、具体的にはその論文式試験直前に向けた直前対策ですね、えー、まあ大体2ヶ月ぐらいの期間がね、えー、ちゃんと論文対策の期間ありますから通常この期間って受験生の方は復習したりとか模試を受けたりとかっていう形でまあ調整する時期があるんだけれどもただその意味でもやっぱり最重要事項についてはしっかりと、えー、この直前2ヶ月も講義をね、えー、もちろん本当に 1>, なんか1週間前とかね、そうなってくると話は変わってきますけれども、この2か月間の間で、やはり対策が必要な部分については、しっかり講義という形で提供していくことで、万全の体制で論文を受けていただくという形になっています。<laughs> でこれらの講座については、特徴としては、この入門論文担当については、すべて私の方で、生講義で実施します。どうしてもこれはねあの あの通信か通学かという問題がまあ,あるんですけれども、一応ねあの、やっぱり予備試験に限らず、この法律の資格試験というのは、やっぱり最後まで続けるというこのところがなかなか難しい部分があるんですよね、どうしても挫折率が高いというのは、範囲が膨大であると、まあ、特に予備試験だと選択合わせて10科目ということで、範囲が非常に膨大であることや、それからあとはどうしてもね、あの皆さんの学習の中のスケジュールというものが、やっぱりイレギュラーな部分出てきますよね。えー、例えばば大学生の方であればちょうど、えー テストの期期間が忙しくなっったりととか、か場合にによっては短期的に留学するとか、ね、でお仕事されている方であればまあやっぱりあの繁忙期があったりするとなかなか勉強が、えー、立ち行かなくなってしまう時期って出てきます。で、まあ、そこのところでどうやってしっかりリカバーかけていくのかっていうところがやっぱり重要になってくると。で,で一つの,まああの考え方として私の方がこれ生講義で行っている理由っていうのはやっぱり決まった たときに決まった講義がまずあるっていうことが一応一つのペースメイクになってくるということになります、えー、まあ特にですね、えー、まあこのクラスのポイントとしてはまあ一貫指導ということですべて入門から論文担当を含めてインプットアウトプットについても含めて全科目私の方が行いますでこれ先ほど私生講義で行うというふうに言いましたけれどもこれは渋谷駅前本校の方で私の方がまあライブで講義をするわけですがこれはあのズーム配信も同時に行ってますので例えばまあおうちに いてですね、ちょっと渋谷まで通学するのは少し大変かなとか、まあ、もしくは地方に住まれている方で東京に来るっていうことはなかなかちょっとできないけれども決まった時間に決まった講義を受けるっていう場合にはズーム配信で入っていただければ生講義と全く同じ内容がそのまま配信されますのでそこはもう安心していただいて大丈夫ですであとは、まあ、お休みしてしまった場合はというのが出てきますよねでお休みしてしてまった場合にには、は、その時にはあの 欠席ウェブフォローというのがありますでこの欠席ウェブフォローというのはどういうものかというと、その翌日配信になります。この通学講義で行った講義がそのままこの翌日ウェブで見れるようになっていますので、ですから例えばその日はどうしても見ることができなかったという場合であれば、まず通学できないということであれば、Zoom、まあ、で入れるなら入って受けていく。でちょっとどうしてもその日は難しいということがあれば、翌日以降に欠席ウェブで講義がありますから、 その講義を受けていくで,で先ほどもまあ出てきた通りできる限り決まった時間に決まった講義があるっていうのがやっぱり学習継続の中の中に肝になってきますで先ほど、まあ、例えば2週間とか1か月とかある程度ねあのなかなか勉強ができないよっていう場合でも、えー、それは その時はどういうふうに例えばリカバーしていくのかみたいなのもある程度その講義が進んでいくカリキュラムがあるのでそこに合わせて調整できますよねえ。もしテスト期間忙しいっていうのであれば、まあ、テストが終わればね長期休みありますからその長期休みの中で講座をこう受けていくとで,でウェブで受けていってそれでまあ休み明けには追いつけますとかね、まあ、あとは仕事でお忙しいと繁忙期があって。 やっぱりどうしても忙しい場合にはそこについては例えばちょっと講義を受けていくペースは遅くなるけれどもこの時期に例えばねいつもの1.5倍頑張れればこの時期から追いつけるでこの時期からリアルタイムに入っていこうみたいに1つのモデルの,そのルートがあるわけですよねペースがでそのペースに追いつけないところとかちょっとどうしても対応できないところがあればそのどう修正するのかの目安になるんですよね。 でこれがですね、えー、どうしてもなんか、あのただ講義を主張するってなってしまうと、ど、ま、ん、あ、どんどんどん溜まっていっちゃうんですよで、それがないように、えー、しっかりとそこのペースメイクの一つの基準として、えー、先ほども出てきた通り、決まった時間に決まった講義が、えー、行われていると、まあ、いうことは、やっぱり大きいのかなと思います。で特にやっぱり今ははももううととかかかね、えー、ウェブとかそそういうののて見,見方も多様化してますからあのその意味では あの非常に強みがここにあるのかなというところです。であとはあの私が全部担当するっていうのもこれはあの効率上ですね。やっぱりあの入門で学習した内容とアウトプットの内容というのは論文の勉強とかで特に顕著なんですけれども、まあ、学説であったりとか考え方みたいなものっていうのがやっぱり一貫していた方がこれはつながるんですよ。入門で勉強したことと論文でやったことが実際に同じ先生が行うことによってそこが。 つながってるって場合にはやっぱりあの受験生の方はやっぱ違和感がない。 と思うんですよね。で、なのでこの一貫指導というものは非常に強い意味を持ちます。で、少しこの一貫指導に関しては、あの実はじゃあ入門で勉強したことと論文で勉強したことがじゃあどうつながってるのかということは、えー、実は今回ねテキストがちょっと変わってるんですよね。あの元々私の入門講座の中では、えー、このポイントのところであるんですが、まあ元々あのテキストはレジュメで扱やっていきます。えー、まあ、セブンサミットっていうねマ、えーまあ、レックの方のメインテキストがあるんですけれども、えー、やっぱり学習量が非常 非常にに膨大になってしまうで。その学習量をどれだけ絞るのかっていうのがやっぱり予備試験の短期合格のポイントで、まあ、残された期間っていうのはもう1年コースである以上は2025年の予備試験で、えー、実際受験して合格するってことは期間限られてますので。えー、そこまでででの学習で、えー原理を 抑えていくべきものというのはやっぱり絞っていかなきゃいけないで、私の講義の中では、えー、講義メモという形のこの、えー、講義で得た知識を一元化する、えー、レジュメですねで、それからまあ事例形式での出題になりますからこれは科目によってですけど事例問題集、えー、それから これはチェックシートという形で、えー、まあ実際にこの重要事項をまとめたものみたいな形で私ののクラスで使うううレジュメというのがこうやってありますでで実際講義の中ではこのレジュメを使いながらどんどん、えー、まあ説明をしていくわけですね。で特に皆さんがまあ予習とかはいらないので、まあ、学習するにあたってはしっかりと講義を受けてその内容をしっかり理解納得してでそれで,復習,の中で使い、えー、復習の中でちゃんと定着させていくというふうな形になりますけれども。 まあやっぱりこの覚えるべきことをこの絞るっていうのがやっぱりまあ予備校の一つの役割というかな。 やっぱりそこは一つの、えーまあ、学習者が独学でやるには大変なところなんでそこの部分はもう徹底的に必要なことっていうのは厳選していますで,でこの講義メモの中でどんどん、えー、私の方では、まあ、テキストで書き込んでいったりする形で、えーまあ、実際にまあ知識を一元化していくという形で講義を提供していきます、えー、ですからまあ実際にはこういうふうな形になりますかねこれ実際に講義でやった後になりますけれども、まあ、実際講義の中で、えー、この講義メモの内容を使いながら私の方で、えーまあ、説明解説を加えていって たものがこういう形であります。 で、こちらについては、え、まあ、皆さんが講義を受けながらね、え、実際にまあ、え、メモを取っていくってこともありますけれども、やっぱりまあ、メモを取ることが、まあ、それが目的になってしまうと。まあ、メモを取ったり、マーカーを引くことが目的になってしまうっていうのは、やっぱり講義を受講する意味ではもったいないわけですよ。え、ですので、え、私の講義の中では、え、ここで書いたものは基本的に、え、PDF でアップします。え、ですので、え、まあ、書き込んだものについては、え、まあ、これ Web アップという形で、まあ、レジュメデータとしてアップしていきますから、え、後で、 えー、後日ですねこれをダウンロードしていただければ、えーまあ、私が書き込んだものっていうのはね、えー、手元に、えー、入手することができますので、まあ、講義を受けるにあたってはねまあ、自分で必要なものを、ね、こうメモするってことはいいと思うけれどもあのちゃんと後日これがちゃんとあの提供されるんだっていうことを前提にすればまあ、講義を受けて、まあ、理解納得することに、まあ、集中できるのかなというところだと思いますで一応このような形で、えー、まあ、講義っていうのは入門で進んでいくんですがじゃあ 今回テキストで新たに出てきたものが、このね、コアノートっていうものなんです。<laughs> まあ先ほどチェックシートとちょっと似てるところはあるんですけれども、あのコアノートっていうのが、これがですね、しっかり最終的に覚えてほしいものをまとめた教材になります。まとめた教材になります。で、まあ、実際に講義を受けるにあたっては、最終的には講義で学習した内容をしっかりと覚えなきゃいけないことを覚えると。 でその、それがまとめられてます。で、これが一応コアノートというものになりまして、でこちらはあの実際に暗記すべき事項とか、抑えるべき事項というものをまとめたものがこのコアノートです。でちょっとあの入門のレジュメの中でね、これはあの入門レジュメの中で私の方でチェックシートってありましたけれども、このチェックシートに関しては、このコアノートの理解を深めるために、えーまあ、入門講座の中で私のクラスで使っているものということになりますが、まあ、少なくとも覚えるべきものがこうしっかり提供されていて、 であとは今年の入門講座の特徴はじゃあ覚えてくださいって言ってもテストがなかったりすると効果測定できないわけですですからこれは入門講座の中では、まあ、1年スマートでは3回に1回のペースになります、うんまあ、通学の方は週1回なんですけれども3回の講義でやった内容についてテストを実施するという形になりますでこのテスト自体はコアテストという形で、まあ、回数は決まっていますので えまあ具体的にはこのコアノートで得た知識の担当ですね、えー、コアノートで得た知識の担当知識、えー、それから実際穴埋め形式でコアノートに書かれてる知識をちゃんと正確に表現できるかでそれからあと論文対策としては短文事例問題。 短文事例問題もテストで実施します。でこれはコアテストという形で、えー、まあ週1回のペースで行いますで。試験範囲については基本的にはコアノートからの出題ですで。これは目的はコアノートで学習したものをちゃんと理解定着できているかの確認であると。 まあいうことになりますからですから事例問題もえこれは入門段階の一番最初からもどんどん論文の問題に着手しますあの1年スマートコースではでこの時にやっぱり事例問題の中でいきなり書くことはできないわけですから穴埋めの形式でやっていきますえ実際にここに入る穴埋めっていうのは条文の文言えそれから問題文の事実えそれからコアノートで学習したコア知識えそれを穴埋めする形でえ実際に出題されてますからえこの この知識ですね、で出題されてますので、まあ、実際に毎週テストを行うことで、定着を図っていくというのが特徴になります。であとはですね、このじゃあ、コアのテストっていうのは、何のためにあるかというと、あの結構大きな目的は、復習の定着化なんですよ、ル,ルーティン化なんですよ。 あのどうしてもテストがないと復習するっていうのもやっぱり先延ばしになってしまうっていうのがあるのでえ毎週テストがあるっていうことがしっかりとあの意識できていれば復習するにあたっても、まあ、実際に、ねあのまあ、復習して対策をするっていうその習慣がついてきます。 あとは、勉強するときにも、日々こういう問題演習ですね、担当、穴埋め、論文対策みたいな形の、こういうテストがあると、実際、インプットするときも、どういうふうな聞き方されるのかなみたいなのを考えながら解けるので、やみくもにインプットをして、アウトプットのほそで、使えなくなってしまうというよりは、インとアウトというのが入門段階で、最初の段階でもセットで組み込まれているというのが特徴になりますで。であとは、ですねこの論文対策という点で言うと、 えー、この論文合格講座少し戻りますね、えー、先ほどの,、えー、このカリキュラム図でいうとですね、えー、入門対策があって、えー、論文対策でいきますけれども今お話したのはこの入門で講義をして。 でそして入門講義をやったものが、えー、コアテスト論文指導という形でやっていくとでこれは私のクラスの場合だとこう1年スマートコースの場合コアテストの後にテスト解説私が全部します、えー、テストを実施して解説した後に、えー、論文指導というのもやりますでこれはやっぱり1年コースの場合次がまあねもうね目標年度になるわけですからもう最初の段階から予備試験の本試験に食らいつけるまでのやっぱり論文力みたいのはもう入門段階からやっぱり要請していく必要があると、まあ、いうことで、えー、論文指導 とということで私の方が入門段階からこのコアテスト コアテストを受けた後に、えーまあ、論文指導という形で実際の論文の書き方、えー、みたいなものを実施していきます、えー、ですので大体まあ入門講座の場合インプットがあってでインプット3回につき1回のテストでこのテストっていうのはもう覚えるべきものであるコアノート、えーまあ、その知識の中からしっかりと、えー、出題していきますであとは合わせて、えーまあ、実践的なまあ予備試験に向けた論文指導っていうのを入門段階で扱う で論文対策の論文合格講座っていうのはこちらも論文の問題をとにかく網羅的に解く、まあ、予備試験の全部の過去問も含めてですね予備試験の全部の過去問、えー、それからまあ実際予備試験の まあ実際の出題傾向に似ているのが旧司法試験の問題、それからまあ南関法科大学院でまあ予備試験の問題と相性のいい奇襲者試験の過去問であったりとか、実際に網羅的に論文をね、実際知識を使っていくっていうのがこの論文合格講座で、こちらもとにかく答案構成を多くの問題を使うことによって論文には必要な力みたいなのを身につけていくということになる。 で最後に担当講座という形になりますけれども、でこのじゃあ論文合格講座と入門講座の,この橋渡しとして、今回あの、この論文合格講座では、答案例リニューアルしています。えーまあ、こちらのところで、まあ、ちょっと色がついていることが分かるとおり、リニューアルしていて、でこちらはまあ具体的に言うとですね、 まあフルカラーになってますよっていうのはまあなんとなくあの色から出てくるんですけれどもあのコアノートの知識と完全にリンクするような形で答案例作ってます、えー、ですのでまあ例えばインプットの段階でこうまあコアノートという形でえまあ実際にインプットしてますよねでこれがですねどうしても答案例で書かれている表現とインプットで使ってるそのインプットの定義であったりとか規範みたいのがちょっとずれちゃったりとか取ってる学説が違うってなるとやっぱり違和感受験生の人は感じちゃうんですよねで実際法律の 試験だからどっちが,がち間違ってているとかそういうのはなくて、まあ、どちらの考え方もあるけれどもインプットで学習した考え方とアウトプットで出てきた考え方、まあ、これは表現方法も含めてですけれどもそこが一致しているっていうのはやっぱり受験生にとってやっぱり無駄なストレスっていうのは減ると思うんですよね。なので今回のこの1年スマートコースでのこの論文のものについては基本的にはこの黄色で書かれているものはこれはコアノートからの知識です。 コアノートで書かれている知識をこのコアノートの表現を踏まえて <laughs> えまあ書いています。ですからこの答案をどうやって書くのかというのも実際にこの黄色で書かれている部分というのはコアノートで書かれている内容というものを踏まえて書いています。 で、あとはそのところで、じゃあ黄色でコアノートからを踏まえてるってことは、何を参照してるのかっていう、まあ、リファレンスですね、えー。これもしっかりとつけてますので、えーまあ、実際復習するにあたって抜けてるところがあれば、えー、そのコアノートの例えば該当する箇所について戻っていただいて復習をすれば、えー、そこの部分は、まあ、できると、まあ、いう形で、まあ、リンクすることによって、まあ、クロスリファレンスみたいな形になってるのかな。あの実際、 こっちのコアノートで書かかれているものら論文が作られてます論文の答案を見ればどこのコアを参照するのかってことがあるので復習する際にはしっかりと体系的な復習ができるようになってます。であとは論文についてはね基本的に条文の文言には緑そして規範定義規範といったコアノート知識が黄色そして問題文の事実を抽出した部分問題文の事実を抽出した部分は実践。 そして問題文の事実に対する評価は、えー、点線といったようにあのルール化して全部書いてありますですからもうあらかじめもマーキングはされています、答案には、えー、ですから、えー、まあ実際、まあ、緑色で書かれているものはこれは定義で、で条文の文言で,で,でそれで規範、定義といったコア知識が黄色、えー、事実が実践そして事実と評価って必ずセットになるので実践点線が大体ワンセットになるんですよね。 実践と点線でワンセットになるという形でほ、えー、他にもですねこれはあの現場試行型のものは青とか様々ルールがあるんですけれども基本的に答案が事実とそれから評価っていうのがこれ色分けした色分けで実践と点線で分けたというように問題文の、えー、まあ実際この答案例では条文の文言、えー、それから定義規範のコア知識、えー、事実、えー、そして評価 これでできてるっていうことが、まあ、言ってみれば視覚的にも一目瞭然になってますから、まあ、初めて論文を書くときにどういうふうに論文を書けばいいのかっていうところを、まあ、なるべく具体的なイメージを持つような形で答案構成をつけていますのでこの点は是非ですね今回の特徴になってくるところですので、まあ、一貫指導という形でインプットとアウトプットっていうものがつながってるっていうのはそのインプットで使う教材とアウトプットで使っている教材に親和性を持たせると。 でそれでまあえー指導する講師もまあ私がやるんだけれどもあの指導する講師も同じっていうことからするとまあシームレスな形ですねえこの入門からまあでこの入門の段階でも簡単にえこのコアテスト論文指導が週1回ありますからまあ入門から論文で予備試験のレベルまでシームレスにえまあ展開されていくっていうのが特徴になりますであとは直前期は担当合格講座ということでこれは担当の過去問を中心としてえ担当対策を徹底的に直前やっていくという形で進めていきます で、あとはね、クラスの特徴としてはですね、えーまあ、サポート体制としては、まあ、あのこれは通学ズームの方とかになりますけれども、えー、基本的には私が生講義でやってますからあの講義の前後については質問対応ですね、えーまあ、簡単な質問みたいなものはその場で解決した方がおそらくあの皆さんにとっても学習としてはいいでしょうから、まあ、分からないところであったりとか疑問に思った点などがあれば、えーまあ、講義の前後とかで聞いていただければあの質問可能です。であとははこれはですね、 あのまあ、レックの方の合格者の方にあのメールとかで質問する制度もありますので、えー、まあ私があの通学で受けられている方は、私のところ来ていただいて、えー、それで質問していただくこともできますし、まあ、あとは質問の内容をある程度整理して、えー、そしてまああの司法試験の合格者ですね、合格者のスタッフの方にえ実際質問をするというような、そういったチューター制度もありますので、そちらも活用できるかと思います。であととははオフィスアワーといってですねこちらはえまあ予備試験の、えーまあ、一応 えとあれですねあの、質問に限らず、まあ、学習のカウンセリングみたいなものが必要なケースやってありますよね、えー、先ほどちょっとあの学習のペースがなかなかつかみにくいとか、もしくはちょっとこの時期はどうしてもちょっと学習が進まないことが想定されるとかね、まあ、そういう場合にはどういうふうにスケジューリングを組み立てていくのかみたいなものって、やっぱり自分一人でやるとなかなか大変だと思うんですよ。 なのでこちらはの予約制になりますけれども大体約20分前後ですかね月1回えまあ予約制でえまあ定員制になってますけれども一応予約を取っていただければあの私の方でえまあ講義の具体的な質問もそうですしえ先ほど言ってきたような学習の進捗であったりとかまあそういったものについてもあの説明というかねあの相談に乗っているという形になりますので何か具体的に分かんないところとかがあった時にはまあ講義受けられている方はもう質問対応という形でもえ即時にあの解決できる よこの講義の前後の時間を使うことができますしあとはまあ,ある程度込み入った内容であったりとか質問をまとめてね、えーまあ、質問したいということであればこのオフィスアワーの制度を活用するという形で、えー、私の方でサポートをしていくということになっています。 でこのように、まあ、あのまあ、1年コースですね、スマートコースについては、まあ、従来の,あの入門論文担当という、えー、この従来の枠組みというのは維持しています。えー、従来の枠組みというのは維持してはいるんですけれども、えーまあ、なるべくその論文を書くというところに向けて、えー、この入門から論文まで、一連の形で学習をね、進められるように工夫を凝らしているところですので、まあ、ぜひですね、興味のある方はあのガイダンスですね、えーまあ、渋谷駅前本校の方でもガイダンス、ズームでも参加できますので、ガ、え、イ、ーまあ ガイダンスの方に参加していただいて、まあ分からないところありましたら私であったりとかねまあスタッフの方にあの言えなくあの聞いていただければと思います。まあ特にあの予備試験についてはですね、えー、この学習期間がやっぱり二ヶ月伸びるって非常に大きな意味を持ってきます。えー、まあ特にですね、まあこれはあのもちろん社会人の方もそうですけれども、まあ学生の方からするとちょうどえ休みの期間になるんですかね。七月九月っていう論文の直前期っていうのが一般的には休みの期間、えー、になってますし、特に社会人の方であってもですね。 えー、大体お盆休みみたいな形である程度、えーまあ、中期的な休みが取れる期間がちょうど直前期になってくるので、まあ、これまでと比べてやっぱり予備試験の対策という意味では、えーまあ、従来より取りやすくなっているというところはあります。でまあ、あととはです、ね、背景的なところもあの もうちょっとだけ説明しておくと、えーまあ、司法試験が、ね、あのそもそもあのロースクールでの在学中受験ができるようになってきたので、まあ、予備試験験の受験層も若干変わってるんですよね、えーまあ、これまでは、まあ、その在学中受験が認められない時期というのはあのロースクールの学生の方が、えーまあ、予備試験を、まあ、実際受験をしてで合格者の多くある程度、占めてたんです。 ですが実際、この在学中受験が認められるようになったことで、まあ、司法試験を直接、あのロースクールの受受験生は受けられローースクールの在学生は司法試験をダイレクトに受けられるようになりますからそうすると、ロースクールの最終学年の方というのが、まあ、予備試験ではなくて司法試験を受けるようになることで、まあ、合格者の一定数、まあ、結構な割合を占めていた、まあ、老っというのがある程度受験層から離れていくので、まあ、ある程度、その意味では受験者の層というのが比較的 その上がなくなっているという意味では受かりやすくはなっているのかなというところが実感としてありますですのでこの1年スマートコースではその2ヶ月延びたっていうところや合格者の層が変わってるっていうところからすると相対的に有利になるためにどういうカリキュラムが考えられるのかっていうことを練った上で作っていますので是非興味のある方はガイダンスに参加していただいたりもしくは体験講義を受けていただければと思いますそれではは私からの説明は以上とさせていただきます